東京マーケットワイド、この時間ゲストと電話がつながっています。岩井コスモ証券投資情報センター長、林拓郎さんです。あ、林さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。日経平均、今日で3日続伸、しっかりした動きになっています。アメリカの4日続伸を受けてということになりますが、ここまでの動き、林さんからご覧になって、まずどういう展開となってきているでしょうか。やはり想定以上の調整で、今日よりから見ても800円以上ですかね、先物 の夜間の水準から考えても400円ほど上に上げ幅拡大しておりますので、想定以上なんですけれども、背景、アメリカ の株高とか引け後の決算とかいろいろありますけれども、特にこの日経平均については、昨日おととい戻りの鈍さをかなり印象づけるような動きとなりましたので、それも含めてまとめて修正高のムードが強まっているということかと思います。ちょっと今回上下動激しかった中でですね、その突っ込み方もかなりひどかったので、なかなか底入れ確信できないような動きだったと思うんですけれども、今日の上昇で3万8000台回復して、ようやく買いの動きが広がってきたというところかと思います。これまで本当に昨日の動きだけ見ると、なんて日本株がこの弱々しい動きになってしまったのかという感触も確かにありましたよね。それが変わった背景として、一つアメリカのマーケットを少し冒頭に伺いたいと思いますが、昨日でニューヨークダウ4日続伸となりました。徐々にセンチメントが変わってきたかのような動きに見えるんですが、そのアメリカのマーケットをまず少しずつ今好転させている要因としては、どのあたりが変化してきたというふうに考えられますか。これは各種報道の通りですけれども、この下げの原因でありましたアメリカのインフレ懸念、それから中東警戒、また決済の結構事前の警戒なんかもかなりありましたし、実際先週は半導体関連の下げが結構響く格好になりました。いずれもちょっとマーケット過剰反応だったということだと思うので、それがいずれも改善方向に今動いているということかと思います。昨日はアメリカ の PMI 経済指標を受けて、金利高警戒がちょっと和らぐ格好となりましたし、決算についてはご案内の通りですね、テスラと、特にテキサスインストルメンツ半導体の昨晩というか、今朝方 の時間外での上昇の動き、かなりマーケット全体にも波及しておりまして、要は過剰反応の 反動という感じですね。なるほど。やっぱり半導体がここでも大きく鍵を握っているということなんでしょうか。そうですね。またニューヨークについては3月末に産出揃って史上最高値ということで、5ヶ月連続上昇でしたから、これも結構3、4年ぶりですかね。なかなかその調整に入った場合の底値が見えづらいというところもある中での、先週のさまざまな過剰反応だったと思うので、到達したということになるんだと思います。なるほど。今ニューヨークダウ、その月足で見ていますが、確かにニューヨークダウ、昨年暮れから、年をまたいで5ヶ月連続で上昇、大きな陽線を立てているという動きになりますね。わかりました。来週アメリカでは FOMC が開催されますが、もう事前にもう予想が飛び交っているという動きでありますが、林さんの見方をぜひお伺いしたいんですが、来週何か FOMC 変化出てきそうでしょうか。でももうおっしゃる通りで、パウエル議長をはじめとして FRB 高官の高波発言で揃っているということだと思いますので、これを受けて今までアメリカの金利も上昇して、マーケットの方もそれを織り込むような格好で、年内利下げがあるかどうかぐらいというところまで織り込んだというふうに思いますので、そういう意味ではマーケット、株価の方がかなりネガティブな反応を一時したということも含めてですね、
まあ、相当織り込み進んだという見方で良いかと思います。なるほど、うん、まあ、悪い話を織り込むのにこれだけ時間がかかったということになるわけですね。そうですね、うん、まあ、あとはまあ一方でやはりあの企業決算の好調などですね、はい、アメリカの景気の堅調も含めてですけれども、あの、まあ、それを受けて金利も高いわけですけれども、まあ、そういう意味ではかなりいい方向に、あの、まあ、景気が強くて金利も高いという、まあ、株にとって別に悪くない状況だと思うので、うんうんうん、まあ、そういう方向に今動いているということだと思います。なるほど、そして、改めて日本株に関してですが、日経平均 もう、まあ、今回は完全にアメリカと連動するような形で、まあ、軟調な動きを強めてしまったという状況ですが、はい、あの、まあ、先週から今週にかけてはもう本当に全面高か全面安かしかないような動きが久しぶりに見られましたが、まあ、このあたりを踏まえてどういう今投資家心理にあるのか、日経平均の当面のレンジあたりを踏まえてどういうふうにご覧になりますか。あの、こちらは、まあ、要はアメリカの株以上に日本の、年初からのどっぽ高が、まあ、相当際立っていた反動がまとめて出ているということだと思います。で、特にあの全面安全面高に関しては、まあ、今回というかもうこう下げ過程では、あの、まあ、例えば東証、まあ、旧東証マザーズのようにもともと安値圏にいたところは相当投げ売りが出ましたし、まあ、あるいは高値圏にいた半導体関連についても、まあ、結構な厳しい下げになりましたので、まあ、あの強かったところも弱かったところも、まあ、同時にあの調整するような局面という、まあ、それが全面安全面高いあのという動きにつながったと思うんですけれども、はい、まあ、そういう意味ではまあ、かなり幅広く調整が進行したというような見方で良いかと思います。まあ、4月相場って、まあ、あの過去の4月の高パフォーマンスとか、あの外国人の買いの傾向とか、もうちょっと期待にあの沿った強い動きになるかというふうに思ったんですけれども、まあ、あの思わぬ年初からの、まあ、これ基礎の引き出しというふうに言われていますけれども、まあ、ちょっと期待とあの逆の動きになったことで、まあ、それで調整が深まったということもあったと思います。まあ、それがだいぶあの今回、まあ、特に今日の動きを含めたあの反転で、あの、まあ、そこの到達感がより感じられる状況になったということだと思います。あの、日本でもアメリカに続いて、いよいよ決算発表が始まりました。まあ、昨日は、まあ、トップバッター、いつもトップ、まあ、主力銘柄ではトップの、まあ、ニデック日本電産が決算発表してまいりまして、はい、まあ、少し今日の株価の反応は軟調な動きのようになってますが、まずこのニデックに対する見方、はい、あるいはこの先々に出てくる、まあ、決算に対して林さんが期待されている業種銘柄、何かそのあたりはございますか。まあ、ニデックに関しては、まあ、やはり特に終わった期の実績、まあ、あまり良くなかったので、うん、あの今期の見通し増益予想といっても、まあ、マイナスの反応などは致し方ないかなというふうに思います。で、これ、まあ、背景には中国とかですね、今 EV の不振ということがあの響いているということなんですけれども、はい、あのこの中国とか EV とか、まあ、あとスマホ、パソコンなども含めて、まあ、去年まあここまで悪かったところが、あの今年ちゃんと改善するかというところはやはり注目ですね。まあ、今あの世界の製造業の指標とかちょっと改善方向、底打ちの動きを示し始めていますけれども、あの、まあ、これ今申し上げたあの、まあ、EV はちょっと分からないですけども、中国の景気とか設備投資とか、まあ、あとはパソコン、スマホのところですね。あと半導体もあの、まあ、足元まであの AI の改善でだいぶ回復基調を見え始めていますけれども、あの企業決算ということで言えば、まあ、去年現役の会社が結構多いので、まあ、これは今年しっかり改善するかというところは、注目しています。はい、まあ、いずれにしても日本、まあ、今回基調になりますので、あの当然ガイダンスリスクもあるわけですけれども、まあ、そのあたりをあの織り込んだ形で、あのいい通貨になるというふうに期待しています。そうですね、まさに新しい年度に対する一番最初の会社側の計画見通しというものが出てくるわけですからね、まあ、そのあたりに対する警戒感もあれば、まあ、期待もあればというところでありますね。はい、
そして、まあ、今週末からいよいよゴールデンウィークが始まります。連休前後で随分相場の流れが過去変わったりなんかすることもありましたが、現在の時点で、この先々一月二月ぐらいの日経平均の見通しも踏まえた相場想定というのは林さんは今どういうふうに描いていらっしゃいますか。まあ、あの4月に、まあ、思わぬというか、まあ、ちょっと大きめの調整をしたことで過熱感は解消されたということだと思いますし、まあ、日本 の, あの、まあ、本来のこうマーケットの今強みであります企業統治改革とか、あとまあファンダメンタルの評価がこの決算を通じて確認されるという見方です。で、あの、まあ、実はあの5月ってセールインメイというような格言もあるように、あの、まあ、過去まあ、調整したケースも当然あるわけですけれども、まあ、直近10年に関しては意外に5月パフォーマンスいいんですよね。2ヶ月で見ると、まあ、上から2番目3番目ぐらいのパフォーマンスですし、まあ、直近4年も全部上昇していますので、まあ、そういう意味ではあの4月に調整した年の5月相場というのは、まあ、あのパターンとしても上昇を期待できるタイミングになりますので、まあ、ちょっとあの今週、まあ、先週から今週にかけての動き、あの底打ち気配十分感じさせる動きということで、ちょっと先行きは期待をしています。なるほど、わかりました。いや、林さん今日もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。岩井コスモ証券投資情報センター長林卓郎さんに伺いました。